それでは今回もとあるライフを遊んでいきたいと思います。今回は、潜在スキルの、攻撃中アップですね。こちらについて、物理と異能どちらも調べていきたいと思います。最初にあの断りを入れさせていただくと、こちらの効果については、事前に、知っておりました。そのためその編成を何ですかね、検証するための編成を後付けで探して持ってきてるんで、まあ検証自体はすぐ終わります。ただ本来は1ずつアシストとか組み替えてステータスを何ですかね、微調整していくんですけども、まあ今回はね、もう以前調べたこともありますし、まあ動画のコメント欄とかでもいただいたりしてるんで、まあ証拠残しじゃないですけど、まあ動画に残すという意味で、こちらの動画撮っております。そのためもう事前に知ってる方とかいらっしゃったら、まあふーんぐらいに思っていただければ、幸いでございます。それでは検証を進めていきます。するクエストによって報酬は変わるよ。で今回も、学術書、クエストレベル6で、検証をやってまいります。で今回の編成は、こんな感じになっております。でやりたいこととしては、こちら逸話を物理では使っていきます。その理由としては、潜在スキルの中に、攻撃をアップするような、スキルが入っていないため、こちら使っていきたいと思います。で後ろの2体は、まあ、特に意味はありません。でアシストが、重要でして、基準をこちらの東屋さん103ですね。でこちらも、潜在スキルに、攻撃をアップするようなものが入ってないんで、まずこの東屋さんを基準にします。でその後、こちらの泡月さんですね、今物理攻撃力93なんですけど、こちらの潜在スキルのレベルを上げていって、いくつで、一緒になるかっていうところを見ていきたいと思います。で潜在スキルは、異能と、物理両方ですね、こちらチューアップさせるような、潜在スキルを持っております。であとはその東屋さんとの比較という意味で、こちら湾内さんですね、でこちらを、使っていきたいと思います。でこちらがちょうど物理攻撃力の差が、13になっており、潜在スキルにも、東屋さんと同じように、攻撃力をアップさせるような、潜在スキルが入っておりません。それでは実際、物理から、調べていきたいと思います。それではいきます。戦場の検索開始完了。戦闘開始します。ですぐ撤退繰り返していきます。で、こちらのまず最初逸話ですね、この攻撃が基準となります。私にもやれることはある。でいろいろ発動しますが、イボアップです。で基準は、2612ですね。この数値を、覚えておいてください。それでは撤退します。すみません、力不足です。攻略するクエストによって報酬は変わるよ。それではこちらの東屋さんですね、物理攻撃103で、次湾内さんと、入れ替えて、攻撃力1の差で、ダメージが変わることをまず知っていただきたいので、そちら見ていきます。それではいきます。新たな敵兵を確認。戦闘開始します。で先ほどのダメージの基準が、2612ですね。こちらより、小さくなるかまたは同じかっていうところで、1ずつ刻んでいっても、ダメージどっかで一緒になるか、それぞれ1でも上がれば、ダメージが変化するのかっていうところについてここで見ていきます。私にもやれることはある。で2611ですね、攻撃力1下げたことで、一応ダメージが
1下がりましたということで、攻撃力が1でも違えば、ダメージが変わるということは、こちらで確認できたと思いますんで、実際、ワンナイさんのスキルを、レベル上げていきたいと思います。それでは撤退します。クエストによって報酬は変わるよ。すいません、今ワンナイさんって言っちゃったんですけど、多分アワツキさんって言いたかったところになりますね。はい、すいません。でこちらアワツキさんをアシストに使っていきます。でこちらへの物理攻撃力が93となっております。で潜在スキルは移行と仏鋼ですね。今回は仏鋼、中アップこちらがついておりますので、まあ、93プラス、アルファとなってきますね。こちらが潜在レベルによって、段階的に一定値ずつ上がっていくんで、こちらをレベル上げていって、基準のダメージに、レベル何で合うかっていうところを見ていきたいと思います。まあ、まずそれではレベル1で確認していきます。警告、新たな敵兵を確認。戦闘、まあ、レベル1であれば、復興中が、何ですかね、10か10アップするっていうことになるんですけど、まあそれは違います。まあ見ていただければいいと思います。2607ですね。こちらダメージが5足りてませんね。どうだね。で撤退していきます。次があるならもっと攻略するクエスト。でこれから泡月さんの、潜在スキル1上げてみます。やべ、ショップに行かないとないかな。手に入れたアイテムでしか交換できないものがありますよ。要チェックです。マジか。やばい、出ない。え？あ、出た出た出た。あれ、枯渇してんな。すいません、手際悪くて申し訳ございません。あわつきさんのスキルですね、仏鋼中、上げていきたいと思います。あ、そっか、ランク上げてねえのか。労力の出力が上昇しましたわ。で、まあ、これでステータス変わったと思われる方いるかもしれないんですけど、HP が増えてるだけなので、安心してください。で潜在スキル、こちら仏鋼向上中ですね、こちら、1上げていきたいと思います。でこれで1上がりましたので、また検証を再開していきたいと思います。それではまた成長クエストいきまして、いきたいと思います。で攻撃力93に対して、潜在スキル向上復興中、ランク2ですね。で基準になっている東屋さんが、物理攻撃、103となっており、まあ、10差あります。でこれが一緒になるのが、まあ、いくつになレベル上げれば上がる一緒になるかっていうのを、まあ、見ていきましょう。開始します。まあ、再三同じこと言っちゃって申し訳ございません。ではダメージ確認していきます。私にもやれることはある。でここで、2612ですね、ここでダメージが、攻撃力103のものと一致しました。で、潜在スキルレベル2で、10上がりましたんで、まあ、1につき、5ずつ上がるんではないかっていう今仮説が、立ちました。ということで、もう一回だけ、東屋さんと、淡月さんのステータスいじって確認していきましょう。
それでは異能について、調べていきたいと思います。すいません、先ほど東谷さんと淡月さんもうちょっと比較するって言ったんですけども、まあ他の、ね、検証でもまだ東谷さん使いたいので、すいません、温存させてください。で、攻撃、物理攻撃ですね、こちらは、潜在スキル中で、打ち上げにつれて5上がるということが分かりましたんで、まあ移動でも同じことが起きるかっていうのを確認していきたいと思います。でメインアタッカーはこちらの、ね、妹ちゃんになります。で潜在スキルに、まあ、連携時は攻撃上がるんですけども、まあそれ以外は、攻撃上げるような、スキルがございません。そして、ちゃんと移動攻撃タイプになっています。で基準に使うのが、こちらのサテンさんですね。でこちらの異能攻撃力が103となっており、まあ、攻撃アップ持ってるんですけども、まあ、サテンさんは物理なんで今回は影響してきません。そして、比較に使うキャラが、ウイハルになります。こちら異能攻撃力93で、潜在スキル移行向上中アップですね、こちら持っております。なのでまあこちらですね、ランク2で、まあ、ダメージが一致すると思われます。で一応小萌先生かなを比較に使っていきたいんですけども、まあこちらも異能攻撃力アップしちゃうんですけども、まあランク1なんで5ですね。ということは、異能攻撃力104、つまりまあ、こちらのサテンさん103なんですけども、まあ、こちらよりダメージが出せるということになるんで、一応比較キャラとして入れてます。それでは、始めていきます。新たな敵兵を確認。いくぜ。では妹ちゃんのまず基準のダメージを見てください。魔法少女じゃないんですけど。489ですね。それでは撤退していきます。覚えてなさい。攻略するクエストによって報酬は変わる。でここ次、先生ですね、小萌先生と、まあ、交代して489でしたっけ。あーこれダメだ、属性が合わんな。103、こいつに行こうか。ちょうどいいキャラいねえかな。ちょっとこちらのインデックスが、まあ、イノコギ92なんで、2上げると102ですね。で一応サテンさんよりダメージがちょっと低くなりますね。だからこちらつけて、いきますか。さあ行くわよ。でこちらのインデックスの、潜在スキルですね、移行工場ランク2にします。そうすると、102になりますんで、妹ちゃんのダメージが、489でしたっけ、そちらより下がると思います。それでは確認していきましょう。
488ですね。なのでダメージ1減っております。どうだね。ということは、ランク2で、10以上は上がっていないことが分かりました。悔しいですわ。それでは最後に、攻略するクエストによって、さあ行くわよ。ウイハルを、ランク2まで育てて、なんだかちょっと成長したみたいです。ウイハルの、移行向上中ですね、こちらをランク2に上げまして、ダメージが一緒になれば、今回の検証は、報酬は変わるよ、完了となります。それでは、交代させますか。でこちら異能攻撃力93ですね。で最初に使ったサテンさんが103なので、これでランク2に上げましたんで、物理と同じであればまた攻撃力が5上がっているはずなので、ダメージ489と、同じになると思われます。それでは確認していきます。完了。戦闘を開始します。ではダメージ確認していきましょう。489が出ましたね。こちらで今回の、検証が、終わりとなります。でまあ異能と、前の物理ですね、どちらも、潜在、中レベル1上げるにつれて、攻撃力が5上がることがこれで分かりました。今回の動画はこちらで以上となりますが、皆様いかがでしたでしょうか。すいません、動画中は手際悪いとこありまして大変申し訳ございませんでした。で今回の、検証結果の結論といたしましては、物理と攻撃ですね、こちらどちらも、潜在効果、攻撃中アップレベル1上げるにつれて、5ずつ、上がっていくことを、確認することができました。で実際お時間ある方は自分で試していただいて、効果を、体感いただければと、思います。はい、これからもとあらFの動画投稿を頑張ってまいりますので、高評価、チャンネル登録で応援のほどよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。